カツオのエボシのスケッチカツオのエボシは、クダクラゲ目カツオのエボシかファイセリーディに属する、死亡動物。猛毒を持ち電気クラゲの別名があり、刺されると強烈に痛む。刺された人の死亡例もある。ヒドロムシの仲間に属し、英語で、ジェリーフィッシュと呼ばれるミズクラゲやエチゼンクラゲなどの、いわゆるクラゲとは異なる。一個体に見えるのは、実は、 多くのヒドロムシが集まって形成された軍隊である。太平洋、大西洋、インド洋に広く分布している。日本では本州の太平洋湾岸でよく見られる。カツオが到来する時期に黒潮に乗ってきて、浮き袋の見た目がエボシに似ていることから、三浦半島や伊豆半島でカツオのエボシと呼ばれるようになった。英名のポーチューギーズマン王王はポルトガルの軍艦の意。 会場に出ている部分が、頬張った、ポルトガルのキャラベル船に似ていることから、名前が付けられた。また、その毒性の強さから、フローティングテラーとも呼ばれる。外見の特徴として、大きさ約10センチメートルほどの透き通った藍色の浮き袋を持つ。中には、機体が詰まっており、これで海面に浮かぶ。浮き袋は常に膨らんでいるわけではなく、必要に応じて絞み、 一時的に沈降することもある。また浮袋には三角形の帆があり、風を受けて移動することができる。カツオのエボシ自身には遊泳力はほとんどない。浮袋から海面下に伸びる触手は平均10メートル程度、長いもので約50メートルにも達する。触手が何らかの刺激を受けると表面に並んでいる死細胞から死法が発射される。死法には 毒が含まれ、獲物の小魚や甲殻類を殺して食べる。また敵から身を守る防御の役割もある。なお、エボシダイはカツオのエボシの毒に対する耐性を持つ時期があり、その間はカツオのエボシの触手を住処として強制することがある。クダクラゲに共通の特徴であるが、カツオのエボシ一個体に見えるものはヒドロムシが多数集まって軍隊を形成したものである。 一つ一つのヒドロムシは、コムシなどと呼ばれ、触手になるもの、ポリップになるもの、四方濃になるものなどそれぞれに役割がある。コムシは互いに融合して体壁は一続きになり、内部は栄養や老廃物などを運搬する空洞ができる。触手に強力な毒を持っているため、非常に危険な生物である。刺されると、電気クラゲの属性の由来である。 痺れるような激痛が走り、くしゃみや咳のほか、心拍数の上昇、時に呼吸困難などを引き起こし、痛みが数日間続く。二度目に刺された場合、アナフィラキシーで死亡に至ることがある。カツオのエボシの触手に触れると、表面にある細胞から四方という微小な毒針が発射される。これに含まれる毒が炎症や痛みを引き起こすのである。 カツオのエボシは普段沖合いを漂流しているが、風によって海岸近くまで吹き寄せられてくることがあり、この時被害が起きやすい。体は透明で、青みがかっているため海の色に溶け込み、遠くから見つけるのはできない。海面下に垂れ下がっている触手も見分けにくい。刺されたことによって、パニックに陥り溺れることがあるので、まずは落ち着いて、岸に戻ることが先決である。 その後は体に絡みついている触手を取り除く。この時素手で取り除こうとすると二次的に刺されることになるので、海水で洗い流すか、ごく厚手の手袋など手を保護できるものを使う。なお、台風が太平洋岸にやってくると、太陽海面に生活する様々な動物が吹き寄せられ、カツオのエボシも多数打ち上げられることがある。 乾燥した本種は綺麗な青いプラスチックケースのようになるが、これに触るのも注意を要する。湿気を吸うと、ちゃんと四方が発射され、生きたものほどではないものの、それなりの痛みを感じる。応急処置は患部を冷やす。また、アンドンクラゲや赤クラゲなどとは異なる仲間なので、同じ処置が効かない、もしくは逆効果になる場合があり、注意が必要である。ありがとうございます。